抜けたか。うるせえ奴らだったな。覚悟はいい。油断したな。待ってました。ぶっ殺す。邪魔はねえな。かしこちだ。ここはへばってな。どけどけ。悔しいが仕方ない。嘘。一旦下がるね。まだ行けるか。まだまだ。見てろよ。オラオラ。はあ。待ってろ。マキ、一人で突っ込んだ。何をやってるんだ。俺は。外か。ちょっと怖いね。7番街に戻るの。ティファ、行こう。
こっちから抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。こんなことが起きる。あの頃は確かこっちの道を使えば五番街スラムにたどり着く。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。そっか。生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。どうしたものか、はあ、どこから手をつけたものか。動けるものを集めないとな。助かった命無駄にはできないよな。どこから手をつけたものか、うん、おいのか、はあ、パパはちょっとお出かけしてるの。何もないじゃない。行くしかないだろう。帰る場所はもうないんだから。皆さん、どうしたものか。安心して休んで何があるかわからない。備えはしっかりな。気をつけてな。七番街か。おう、忘れ物しちまってな。そうか、あんまり物はないが、見てってくれ。
ちゃん、大丈夫かな。きっと大丈夫さ、きっと。姉ちゃん、大丈夫かな。きっと大丈夫さ、きっと。困ったことがあれば遠慮なく言ってくださいね。どうしたものか、どうしたものか、どうした。兄ちゃんはどこ。お兄ちゃんはパパと一緒よ。くしよ、くしょ、びきともしない。ふざけんな。俺の家族を返してやられ。私たちが休んだら彼らも休むさ。私たちが見張ってますから安心して休んでください。人が住んでたんだよね。上の人たちはダメだろうな。他のところに避難してると思う。こっから這い上がるぞ。ようやくまともな空気が吸える。くそ、なんでこんな。皆さん、こっちです。早く。
もうちょっとだ。すぐそこが6番街だからな。母さんは？だってどうすればいいの？家もお金も、もう何もかもないのよ。それでも、あそこにはいられないだろう。いっそ、助からなければ。バカ言うな！今までだって、なんとかやってきたじゃないか。おい、どこに行く気だ。そうね、もともとお金はなかったし、ここ家も古かったしね。よりも近いな。おーい、助けが必要な奴はいねえか。なんもねえ。もう少しだよ、頑張って。動かねえ。手伝うぜ。マルさん、あんたたち行くぞ、せーの。よかったな。よく無事だったよ。これからどうするんだい。さあな、俺たちにできること見つけるさ。店へはもう行ったのかい。いや、確認してきたらどうだい。じゃあまず店だ。それから考えようぜ。道なんてないようなもんだからね。足元に気をつけていきな。おーい、誰かいねえか。返事をしてくれ。その顔ならマリンは助かったんだね。あの子全く大したもんだよ。その顔ならマリンは助かった。誰かいないか。おーい、助けに来たぞ。聞こえてたら返事をしてくれ。誰か返事をしてくれ。ウェッジの猫だ。何？行ってみよう。行くぞ。せーの。
父の家。今行くからな。そこで待ってろよ。死んだくせや。ウェッジ。ウェッジ。道がねえなら作るまでだ。
こっちだな。No!